エンタステージをご覧の皆さん、中川明乃です。2016年4月9日、赤坂アクトシアターにてミュージカルグランドホテルが開幕します。私は、会計士の、夫クリンゲラインという役をやらせていただきます。結核という重い病気を持っている役なんですけれども、彼はこのグランドホテルに自分の貯金を全て下ろして泊まりに行きます。そしてその1日だけなんですけども、彼はそこから旅立っていきます。ホテルに来た時、そしてそこから旅立つ時、彼の気持ちは大きく変化しています。ホテルっていう場所は本当に文化とかいろんな人たちがこう集合を交わって、そしてまた旅立っていくなんか場所だと思うんですね。この作品に出演する全キャストそれぞれが新たな一歩を迎えていく、その瞬間がこのグランドホテルだというふうに思っています。とっても音楽もゴージャスですし、僕自身初めてやらせていただくなんか役どころだと思っています。そういう意味では挑戦していきたいというふうに思っています。劇場でお待ちしています。